佐々木昭蔵佐々木昭蔵昭和11年2月7日は明治大正期に活動した治水家政治家筑後国井軍高校村の佐藤家に生まれる後に佐々木家の養子となり上等あじ坂村の庄屋となる下西あじ坂村の庄屋であった田中正義、慎吾親子と共にたびたび反乱を起こしていた筑後川の治水のための調査を進める 明治14年、田中正義、新吾親子と共に、福岡県会議員に当選、県会で筑後川改修の必要を説いた。また、上京して、政府との交渉も行っている。明治23年の第1回衆議院議員総選挙では、福岡県第4区から立候補して、衆議院議員に当選、大政会に属した。以後十回の当選を重ね、国民協会、 県政会などに所属して、治水政策の重要性を訴えた。佐々木昭三らが取り組んだ筑後川改修事業は、明治20年4月に着手され、明治36年4月に竣工した。治水工事に尽力した功績により、大正5年には、訓三等に除せられている。昭和11年没、去年82、治水事業を記念して、佐々木昭三、 田中信吾の銅像も建てられたが、第二次世界大戦時の金属回収によって、失われた。銅像の台座のみが、久留米百年公園に移されて残されている。佐々木肖像関係の文書は、小郡市編纂室によって調査され、小郡市資料編に収録されている。ことに、明治24年10月の第一議会開会前後に、記した書簡の総公集、備暴録は、 理藤政治家の動向を示す一時資料として研究者から注目されている。ありがとうございます。